はい、私は今新潟市西区の新潟西郵便局駐車場に来ています。こちらの場所、昨夜の中継でもお伝えしましたが、液状化現象により大きく駐車場が陥没し、水漏れによるものでしょうか、水たまりが2つ大きなものができています。現在ですね、画面右手側、こちらの水たまりの水を、排水しようと業者による排水作業が行われています。この排水作業、午後2時過ぎから、約1時間ほど今行われているんですが、だんだんと水位も下がってきているのも、見て取れますし、あちら車ですね、一番手前にある白い車の、水の跡も少し数センチ下がっているのも見られます。またこちらの車なんですけれども、水抜きをした後も、移動が難しいため、レッカー作業等を現在、検討しているということでした。